マイドル、へえ、ねえ、今どんな気持ち、今どんな気持ち、今どんな気持ち、ルルルルルルル、ドンキャンチャキラニチャシャキーン。今回はですね、ユユータがガチギレしてる件について、お話ししていこうと思います。ユユータさんがですね、もうマジで許さん実家特定の件っていう風にですね、動画を上げておりまして、で、どうやらですね、ニュースで YouTuber ユユータ、鈴木ユユータさんの実家ではありません。郵便物入れないでくださいというふうにですね、ユユータの実家ではないところに鈴木さんのねお宅が、まあ、あのユユータへの嫌がらせの刃が向いたようでね、まあ、ニュースになったりとかしててね、無関係家族に殺害予告とかネットで別人と勘違いというふうにですね報道されておりまして、全国でねユユータの悪名が広がってしまったんですけれども、他にもですねユユータのふりをして爆破予告をして、逮捕されたやつがいるんですけどね、それがこれなんですね、モロチーユーモロチーユー、もう情けない。いや、これは、これは笑うわ。いや、やっぱネットで偉そうなことを書いてるやつってこういうやつなんですね。もう絵に描いたようなチーユやんと思って、びっくりしたんですけどね。で、今、ユユータが、まあ、こうなったのはユユータが全部悪いって言われてるんですよ。で、それをね、まあ、わかりやすく、その、漫画風にね、してくれてる人がいるんですけど、ユユータが作った弾き語り一般男性脱糞シリーズは、当初、更新教の中でも賛否両論でしたっていう風に言われておりまして、まあ、更新教がね、もう未だによくわかってないんですけど、しかし、2018年あたりから川沢弁護士は、積極的にメディアへ進出し、タレントとしての知名度を求め始めます。一方で、弾き語り一般男性脱糞シリーズは思ったほど、川沢弁護士が無能、悪徳弁護士であるという事実を伝えるには役に立たず、むしろ彼を面白く宣伝してしまい逆効果となってしまいました。それどころかユータは関東サンドプロジェクトのコラボで一般男性脱糞シリーズを起用、これは更新教を利用した金稼ぎであり、もはや不況の枠を超えていました。はい。で、更新教たちはユータに対して曲の使用をやめるか、使用するなら同時に唐沢弁護士の正しい情報を合わせて発信することを要求しますと。で、しかしユータはこれを無視、チャンネル登録者100万人イベントでも一般男性脱糞シリーズを使用し続けてます。これは更新教に対する明確な敵対行為であり、教徒は彼と一般男性脱糞シリーズを冒涜する全てのものへの攻撃を開始し始めました。ユータと彼のファン全員が唐沢弁護士に対する正しい情報を認識することがこの事態を解決する最善にして唯一の方法であることをご理解くださいというふうにですね、もう最後の最後まで更新教とは何ぞやっていう感じなんですけれども、どうやらこれが理由みたいですね。まあ、あの唐沢弁護士さんっていう人がですね結構関わってるみたいで、で、あの辞めてほしければ教徒の要求を認める、それはできるよねっていうふうにユータが言われておりまして、で、まあ、ユユータが悪いっていう意見がですね、結構多かったんですよね。で、今回の件について思ったのは、ユユータは悪くないっすね。なんでかっていうと、別に良くないですか？なんさっきから一般男性脱糞シリーズってすごい出てくるけどさ、あの、真面目に果敢で一般男性脱糞シリーズって、おもろすぎる。あと、一般男性脱糞シリーズをさ、広めたところで何があるん？それは。どう、なんか問題になるのかがさっぱりわかんなかったですね、漫画を見ても。全然わからないと、最後の最後まで。意味がわからん。ニコ生とか僕見てこなかったんでね、その、なんか、唐沢弁護士がよく知らないんですよね。何を言ってるんだと思ってね。うん。で、あとね、いやなんか、怖いなーって思ったのがですね、ユータさんへ更新教で反ユータ攻撃派を主導するダクト飯と申しますというふうにですね、なんか主犯の人が出てきて、自分で言うのもなんなんですが、過去に掲示板管理者を務めていた経験があり、一目置かれていますというふうになんか自己プロデュースされているんですけれどもね、もしあなたが更新教と対話したければ、おそらく自分に話を通した方がいいでしょう。何か対話したければ DM くださいというふうにですね、あの交渉をしてるんですけど、いや、なんで話さないかんの。絶対こういうやつさ、チンポとか急に見せてくるやん、ビデオ通話とかで。なんかホモなんですよね、すごい。あのユータのこと大好きすぎるんですよね、本当に。
だってこんな気にしなくてよくないですか。なんか自分のことを言われてるんだったらまだわかるんですよ。あと別にこの人たちって唐沢弁護士のファンってことになるんですかね。ちょっと本当に高心境っていうのをよくわかんないんですけど。で、ゆうたの実家の住所、拡散の協力ありがとうございます。ネットミームを冒涜する彼を止めるためにもどんどん拡散していきましょう。最終的に岩間邸みたいに近所の高校生が遊びに来るようになるといいですねとかね。なんかそのゆうたの個人情報を広めようとしてる人もなんかたくさんいてね。まあとにかく気持ち悪いんですよね。で、まあやってる人がね、あのこういうのだって考えるとなんかなおのことね、あーっていう。チー牛やっていうね。しかもよ、しかもチー牛な上に登場人物全員ホモ、もう攻撃してるやつもホモ、ユータもホモ、俺もホモ、みんなホモ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 しいな、ホモホモしいね。先輩、あの気づきました、後ろに先輩いるんですよね。うん、ちなみにあのヘズマも僕と一時期同棲してた時期があるんで、ヘズマもホモですね。はい。で、他にもですね、自分で動画消すって約束したのに、それをいつまで経っても変な意地張って消さないお前もおかしいでしょ。過激派更新教徒に話通じないことぐらい分かってるよね。本当に攻撃やめてほしいなら動画消してよ。なんで動画消すっていう簡単なこともできないのっていう風にですね、言ってるんですけど、え、動画消したんじゃないの？動画消したって聞いたけどね。自分は過去に人の住所引き語りしてるのに、自分のアンチがそういった行動をすることは起こるんだな。やっぱ人間のクズはやること違うわ。お前が過去ふざけて引き語りしてた唐沢や長谷川だってどんな理由であろうと特定の被害者だからな。いいご身分だよ本当に。え、ちょっと待って、長谷川っていう人と唐沢っていう人は別人なんですね。ほんとわからん、ほんとわからん。いや、わからんのになんか言うなって話かもしれないんですけど、いや、うん、だから調べる気にもならないんですよね、正直。くだらなさすぎて。で、なんか前に、ゆうた炎上に他人巻き込んだら申し訳なくて活動続けられないとか言ってたけど、いつ活動休止すんの？こういうこと言ってる人がね、これなんですよね。おもろいな。もうなんか、こうやって一人でも炙り出されると面白いですよね。あ、こういうやつなんや。ってなりません。希望症中傷ソング歌って金儲けしてるやつが今更正義語るなよ。あと YouTube コメ欄荒らした、荒らしだの、用語中だの、湧いてて草すら生えるかった、ごじってますね。ここで、ここまで落ちたんかって、はい。いや、落ちてないでしょ別に。登録者数悠々って100万人以上でしょ、全然落ちてないでしょ。うん、すごいでしょ。うん。まあ、ということで、ゆうた全然悪くないですね。はい、ということでね、今回は、ホモホモホモ事件についてお話ししていったんですけれども、ネットの炎上事件とかですね、ネタにしてほしいことがあればですね、より人のツイッターの DM までご連絡ください。ということで、より人でした。